朝岡の毛は、阿波美吉郡鴨村に現れたとされる妖怪。徳島の古書、阿修記事雑話に記載がある。鴨村のいよいよ飛び名神社神社の神体の朝岡に入れられた毛がその正体であるという。神社に建て祭られている神の心が穏やかでない時に、その毛が長く伸びて、朝岡から出て人を襲い出すという。阿修記事雑話にある伝説によれば、 かつて近隣の村を荒らし回っていた山賊が、ある晩に神社の祠に集まって、盗品を分配していたところ、気づかぬうちにこの身体の毛が長く伸びて、朝桶の蓋を突き上げ、一本の毛が山賊の人数分に裂け、山賊たちを締め上げた。そのまま山賊たちはどうすることもできず、翌朝追っ手に捕らえられてしまったという。妖怪漫画家、水木しげるの著書では、 朝お毛の台で記載されており、大きな毛の塊のような姿で人を襲う様子が描かれている。毛長神社の伝承の残る埼玉県の毛長川本校と同様に、毛を身体とする事例は他にも各地で見られる。埼玉県草加市新里町の毛長神社では、6メートルもの長さの髪を持つ女性が人々の幸せを祈りつつ受水したといい、その髪が 毛長神社の神体になったと伝えられる。この毛は箱に収められて、神体として祀られていたものの、ある時に、不浄のものとみなされて、大水の時に流されてしまったと言われる。別説ではこの毛長神社の毛は、スサノーソンの妹姫の神友、兄里のある女性が男性との比例から毛長川に身を投げ、後に川から長い髪が見つかったものとも言う。また、 群馬県田野郡上野村大和座神話では、神奈川を流れていた栗の権限、または、橋姫の陰謀が身体とされている。ありがとうございます。